アビレッタの公演アビレッタはフランスコルシカ島の男性コーラスグループ。コルシカ語でシダの一種を意味する。アフィレッタとも呼ばれるが、これはフランス語など島外での発音で、島内ではアビレッタと呼ばれる。コルシカ島の民族音楽である多声合唱の代表格。グループは1978年に結成。当初はメンバーの出身地である。 コルシカ島北西部バラーニュ地方のカルビア、ルミオを拠点に活動していた。結成以来楽器を一切使用せず、声だけで歌うのが特徴。2010年現在のボーカルメンバーは次の通り。コルシカ島の歴史や神話をモチーフとした、聖歌や賛美歌宗教的な歌が中心である。近年フランス本土や外国にも活動の場を広げているが、活動の拠点は現在もなお、 カルビを中心とする島の北西部であり、若手の育成や、その他の芸術活動に対する支援も、積極的に行っている。1998年から2002年にかけては、フランス映画音楽の第一人者、ブリュノ・クーレの、ドン・ジュアン、キャラバン、渡り鳥渡り鳥他10作品に参加。2004年と2007年には、国際的に著名な舞踏振付やシディ・ラルビシェル・カウイによる、 インメモリアムアポクリフで共演した。毎年9月中旬にカルビニで開催される国際ポリフォニーフェスティバルを主催し、多声音楽グループの国際交流にも盛んに取り組む。2010年8月に初来日、東京、名古屋、兵庫、新潟で単独公演を行い、9月にはダンス、アポクリフにも出演した。2011年には、 トランペット奏者のパオロ・フレストの共作を ECM よりリリースしている。ありがとうございます。